皆さんこんにちは。ゴーキャンプのゴーです。ただいまキャンプ場へ向かっている途中なんですけれども、なんとかの丘展望台っていうところをちょっと見つけたんで立ち寄ってみました。で今12時30分ぐらいなんで、ちょっとお弁当を買ってきたので、ここでお弁当を食べてキャンプ場へ向かいたいと思います。よいしょ。結構急な階段ですけど、そんなに眺めがいいっていうわけでもないですけど、高いところから、今日は天気も良くて青空でこんな感じでいいところですけど、ちょっと風が吹くとやっぱり寒いですね。ちょっと車に戻ってお弁当食べます。ということで、今回はナレーションでお送りしていきます。今回使用したテントはミスターパップっていう、これは初期の方のモデルになります。今はなんか新しいタイプの、テントも販売されているようですが、自分が使用しているのは初期の頃のモデルになります。久しぶりに貼ってみたんですけれども、僕はこのテントのこの色が結構お気に入りで、今回はこのテントを持ってきました。で、先ほどちらっと映りましたけれども、寝袋はコールマンのエクストリームなんとかっていうマイナス18度対応となっている、寝袋、河川なんですけれども、Amazon で僕6000円ぐらいで購入しました。なんかコストコで4000いくらとか5000ぐらいでなんか販売されてるらしいんですけど、すぐ売り切れちゃうっていうことでした。今画面アップになってるんですけれども、前回のキャンプでもそうだったんですけれども、オリーブオイルがなんかああやって固まっちゃってるんですよね。で、今フライパン、ココパンの上に乗せて、まあ熱で温めてこんな感じで今溶けて、これからベーコンを焼いていきます。やっぱり寒さでオリーブオイルとかも固まっちゃうんですかね。で、このベーコンは200円で買いまして、なんか日替わりサービス品ってなってまして、厚切りベーコンの切り落とし、こちらを購入してきました。で、こちらをちょっとつまみにして一杯やろうっていう感じで今焼いてます。はい。で、寝袋の話にまた戻っちゃうんですけども、あのコールマンのストリームなんとか缶とかっていう寝袋、コストコでも販売されてますって言いましたけれども、こちら結構前回のキャンプでも使用しましたし、元旦の、マイナス10度の時のキャンプでも使用しました。で、その時は、湯たんぽも入れたりして使ったんですけれども、とても暖かくて、湯たんぽ入れてると暑いぐらいで、途中でなんかちょっと汗ばんできて起きちゃうみたいな感じで、すごい6000円ちょっとで売られてましたけれども、すごい暖かくる、これはいいなっていうことで、まあ相方さんとか子供の寝袋としても購入しようかなって今考えているところです。はい。で、このベーコンが焼きが上がってきましたので、こちらプレミアムモルツカオルエール
ということで、こちらで一杯いただきたいと思います。今グビグビ言ってたと思うんですけれども、まあ自分の飲んでる音じゃなくて効果音をつけたんで、まああんな感じで飲んでました。やっぱり昼間からリラックスして、あってビールをいただけるってすごい美味しいですね。ベーコン焼き上がりましたので食べてみましたが、これもまた久しぶりに厚切りのちょっと厚いベーコンを食べましたが、すごい美味しかったです。で今、画面右奥の方に、ランタンが見えてると思いますが、今まで僕の動画をご覧いただいた方はわかると思いますけど、あんなランタン今まで持ってなかったんですよね。で、今回なんですけど、今回は、デイツの黒金のランタン。こちらもちょっと憧れを持ってまして、ヒュアーハンドのランタンも、ちょっと前に購入したんで、今度はデイツを購入してみようと思って、まあ値段もだいぶ下がっていて、いたので、今回購入してみました。こちらのランタンも後で、火を灯していきますので、ぜひ見てみてください。こちら右側に映って赤いボックスに入れてる薪なんですけれども、この薪は元旦キャンプの時のスターメドーズさんで購入した薪がまだ余っていましたので、今回持ってきました。で結構太い、薪なんで、一緒に斧も、まあアマゾンで安い斧を購入してたんで、そちらも持ってきました。でもまあ、結局斧は使わず、ナイフ、こちらですね。モッシーオークのナイフで、まあバトニングして、終わりみたいな感じです。こちらの今割ってる薪は、ここのキャンプ場で売られていました針葉樹の薪。こちらをちょっと細くして、まあ焚き付けで使おうと思って、今、バトニングをしています。で、久しぶりに、フェザースティック、まあ、時間もありますので、フェザースティックにも挑戦してみましたが、やっぱり僕にはちょっと難しいですね。なかなかやっぱ、こうよく動画で、フェザースティック作られている方いますが、どうすればあんな綺麗に、ほわほわほわって、行くのかなっていう感じで、まあ今結構一生懸命やってますが、こうポロポロ落ちちゃうんですよね。削ってるとポロ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 落ちちゃって、結局花びらみたいなのが、残らない状態になってしまいます。で、こちらが、先ほど言いましたデイツのランタン。早速火入れしてみます。購入して嬉しかったんですけれども、やっぱりなんかところどころフィアーハンドの方がなんかしっかりしてるなっていうような感じでした。うん、でもまあ黒と金でかっこいいんでお気に入りの一つにはなりました。でも作り自体はなんかフィアーハンドの方がしっかりしてるかなっていう印象を受けました。そして今、夕方5時過ぎなんですけども、気温が 5.1 度ということで、まあ、ちょっと冷えてきたっていうこともあり、早いですが、まだ明るいですが、焚き火の方を始めました。で、今回も薪グリルラージを持ってきました。で、この薪グリルラージすごい燃焼効率も
いいみたいで、すごいこう火も簡単に起こせますし、安定して燃えてくれるのでお気に入りです。で、やはり輻射熱もありまして、こうお湯を沸かしたり調理をしたりしてますが、ポカポカ暖かいです。で、ベーコンも食べ終わっちゃいましたので、チョコをつまみに、お湯割りをいただこうと思います。で、焼酎の方なんですけれども、これが2本目になります。大飴、また買っちゃったんですけれども、大飴のお湯割りでいただきます。こちらライチの香りがするんですよね。芋焼酎なんですけれども、ライチの香りがします。とても香りがいい焼酎ですね。はい、こんな感じで、まあ、焼酎のお湯割りを飲みながら焚き火をぼーっと眺めて、まあ、辺りがもう真っ暗になりまして、星もこんな感じで綺麗に出てきました。で、時刻が午後7時ぐらいになりまして、気温の方が 3.1 度、外気が 3.1 度ぐらいに下がりました。で、夜も7時を回ったということで、そろそろ、夕食をいただこうと思います。まあ、先ほどから鍋の姿が見えていたので、まあ、鍋なんだろうなと思われた方もたくさんいらっしゃると思いますが、今回は白菜ともやし、そして鍋のスープはあごだし鍋、くばらあごだし鍋、うまから鍋っていうのを今回使っていきます。で、なぜ今回この鍋の素、スープを、買ったかと言いますと、近所のスーパーでいろいろ探したんですけども、このくばらっていうメーカーのスープがなかなかなかったんですけども、今回行ったスーパーにはこのくばらっていうメーカーのスープがあったので購入してみました。で、なんでくばらを探していたかっていうと、まあ、僕よく見させてもらっているキャンプ男さんとかコジチャンネルさんとかが、よくくばらのこのスープの素を使って、鍋をやられているんで、今回こちらくばらのスープを使ってみました。で、本当は豚バラ肉、薄切りの豚バラを鍋に入れようと思ってたんですけども、豚バラを手に取って歩いてたら、こちらのロース豚、しゃぶしゃぶ用にはなってるんですけども、こちらが半額、こちらのロースが全部半額っていうことで、まあ、700円ぐらいのロースなんですけど、その半額なんで350円とか400円いかないぐらいだったんで、こちらを購入してみました。で、こちら食べた感想はすごい美味しかったです。このやっぱりうま辛鍋っていうことで、すごい辛みもあって甘さもあって、とても美味しいスープでした。今お聞きいただいた辛、うまっていうのは、今回のキャンプで動画を撮影しながら発した唯一の言葉です。そしてこちらも半額で売られていた中華麺、こちらを最後鍋の締めで
食べていこうと思います。はい、そしてガサゴソして取り出したのが中華そば。これピースみたいなのやってますけど、これ二玉目っていうことです。今回中華そば、お鍋の締めに二玉食べてしまいました。でも最後もうお腹いっぱいで食べるのがもう結構大変な感じでしたが、まあなんとか完食して今晩の夕食は終わりっていう形です。まあ、こんな感じで、今回久々のソロキャンプっていうことで、やってみましたが、本当にゆっくりとした時間が流れていて、最近は相方さんや娘と行くキャンプも多かったので、結構やることも多くて、忙しいキャンプっていう感じだったんですけれども、やっぱり一人だと何もやらなく、こうぼーっとした時間がすごい長くて、まあちょっとどうしようかなって思った時もあったんですけれども、でも本当のんびりとリラックスできて非常にいいキャンプになりました。まあこんな感じでたまにこうテントの外から星空を眺めて、焚き火を眺めて、この静かな時間を過ごすことができました。たまにはこういったのんびりとしたキャンプも本当にいいものだなと思いました。寝る前にはそうですね、9時過ぎにはもう氷点下に入りまして、徐々に気温も下がっていきました。今回の動画はこんな感じでナレーションとしてお送りさせていただきましたので、とてもお聞き苦しい点も多々あったと思いますが、また次回の動画も楽しみにしていただけると嬉しいです。ということで今回はこの辺で失礼いたします。また次回の動画でお会いしましょう。